この真ん中に、あしらわれているデザインというのは、後で、ご紹介いたしますけども、チャーリー・チャップリン、世界の喜劇王だったチャーリー・チャップリン、彼もですね、大変な書物家、読書人であったようでありまして、彼の蔵書の裏に貼ってあった蔵書表、そのデザインを頂戴しました。こんにちは、高宮俊之です。久しぶりに YouTube で、私が最近出しました本についてご紹介したい。そういうふうに思っております。誠に久しぶりな出版でありまして、おそらく前回は10年ぐらい前の本の世界は変な世界というタイトルのエッセイ集でした。で、今日皆様にご紹介するのは、ここに持ってきましたが、書物に魅せられた奇人たち。奇人っていうのは、奇人変人ですね。エクセントリックス。副題が英国愛書家列伝というものであります。で、これは私が付けたタイトルではありません。弁政出版さんに今回はお世話になりましたけれども、そちらの編集部で付けてくれたタイトルであります。で、ここの編集部の方はですね、なかなかいい文才を持っている、あるいはいいジャーナリズムの感覚を持っているというふうに私は見ておりますけれども、まあ、それが反映された形であります。まあ、帯がついてますけれども、この真ん中に、あしらわれているデザインというのは、後で、ご紹介いたしますけども、チャーリー・チャップリン、世界の喜劇王だったチャーリー・チャップリン、彼もですね、大変な書物家、読書人であったようでありまして、彼の蔵書の裏にそれぞれ、くっつけた、貼ってあった蔵書表、そのデザインを頂戴しました。これね、どういう絵柄かって言いますと、そうですね、こうやって外側に脱ぎ捨てられた大きな靴、しかも汚い靴、これはチャップリンのアイコンですね。それから、ウォーキングスティックと杖があります。そして、この楕円の中には、ちょうどですね、真ん中にテムズ川が流れてるんですけれど、テムズ川の浅瀬を今から渡ろうとする少年。しかも、おそらく不老児かなんかだったんだろう。と思われますけれども、犬を一匹連れて左側にリースを持って、そして朝日が当たっているロンドンの中心部、シティを見ているわけです。ちょっとこのタイトルでは見にくいんですけれども、ここにセントポール寺院、それから左側の方にウェストミンスター寺院が見えます。ですから、朝早く朝もやの中でケブル市内を見ながら、そこへ自分のアンビションを、野望を持って突き進んでいく不老児の少年という。これを自分の蔵書表に使った。おそらくこれは絵心もあったチャップリン自身の創作であろうというふうに思われます。で、この本では、第17章にフローレンスとチャーリー・チャップリンの知られざる過去というエッセイ、その中に登場するわけであります。で、もともと、この本は、どのようにして生まれたかと申し上げますと、少し歴史がありまして、数年前に、弁政出版という、意欲的な、出版社の社長さん、池島さんと、それからその当時の編集長だった、吉田祐介さん。この二人が私のところへ、見えまして、新しい雑誌を出したい。しかも、隔月、あるいは、不定期刊行という格好で、書物に関するものを出したいんだけれどという、そういうご相談がございました。で、いろいろ話しているうちに、あ、これはどうだろう、あれはどうだろうということで、落ち着いたのがですね、このサイズの雑誌です。その話し合いの中で、一つ決まったことがあります。雑誌を出そう。書物に関するものだ。で、これは新しい名前を付けたい。で、私の発案で、書物学というタイトル。書物に関して、みんなで学ぼうじゃないか。そういった、ですから、書史学でもない、書物史でもない、
まあ中途半端だと言えば中途半端なんですが、かなりいろんなものを応用して、そして中に面白い展開をやろうじゃないか。ということで始まりました。書物学。ついでにじゃあ英語はというので、これも、ほとんどこなれた英語にはなっておりませんが、ビブリオロジーという。ビブリオ、これはラテン語で本っていう意味ですね。バイブルから来てるわけですが、それから、ロジーはロゴス、言葉にするという意味で、書物について、言葉にする。そういう学問。ビブリオロジー。不思議なことに、英米ではこなれた英語として使われていません。ですが辞書には載っていると思います。大きな辞書をご覧になると載っていると思います。で、これを採用しまして、ビブリオロジーというタイトルで、始めることにしました。で、私もかなり初めの方から、英国愛書家の系譜という、The Tradition of English Bibliophiles というシリーズを担当いたしまして、毎回有名なコレクター、あるいは有名ではないコレクター、これを一人ずつ取り上げ、そしてまず最初にその人の生まれ育ち、環境、そういったようなものを紹介して、それから彼が集めた膨大な蔵書の中の一点、で、たまたま私のうちにあるものを取り出しまして、そして、それについて解説を施すと。で、できるだけ、まあ、現代ですから、カラーの写真を、たくさん入れまして、書物としての面白さ、特に誰が持っていたのか、いつ持っていたのか、どういう形でそれが残っているのか、そういった歴史も含めて、だいたいそうですね、7ページから10ページぐらいのエッセイにして、イラストレーションをたくさん入れて分かりやすくする。まあそれに心がける。そういったシリーズを出しました。で、これがだいたい16回ぐらいまでなりましたときに、じゃあ一冊にまとめようということになりまして、最終的に出来上がったのが、この書物に見せられた奇人たち。英国愛書家列伝。タイトルが少し前のものとは変わりましたけれど、同じような意味で。で、キャッチもなかなかうまいんですね。古来、人々の隣には常に書物があった。そういう形で、これまた、たくさんの写真と、それから図版を取り入れた。そういうものです。で、たまたまですね、私の書庫にあります、蔵書のうちで、著者の書き込みとか、あるいは、所有名があるもの。それを引き出しまして、その由来について語ってみるということで、16世紀から20世紀に至るイギリスで書物、あるいは古書に取り憑かれた人物を20人近く取り上げたということになるわけです。